諸橋哲二、諸橋哲二は漢字の研究者で、大著、大漢和辞典や、高漢和辞典の編社。文学博士、東京文理科大学名誉教授、鶴短期大学及び鶴門科大学の初大学長。本人によると、なおえ金次ぐの子孫である。郷は、富県、新潟県南艦原郡庭月村に生まれた。1908年に、 東京高等師範学校を卒業後、漢学の教員として同行に努める。青年時代、中国にも留学。この時に満足できる辞書がなかったことが、後の大緩和の政策につながっていった。1925年、大衆館の鈴木一平が、諸橋の元を訪れ、巨大な緩和辞典の構想を持ちかけられる。 本格的な制作の開始は1929年からだった。1929年1月に文学博士。論文の題は儒学の目的と僧儒の活動。1943年第一巻が完成した。諸橋はこれにより翌年の朝日賞を受賞した。しかし1945年東京大空襲で大衆館が離催。 組み上がっていた印刷用の板がすべて溶けてしまったため、太平洋戦争後、完成していた巻と構成ずりをもとに再スタートを切った。1946年、諸橋は長年の無理がたたって、右目を失明、左目も明暗がやっと明る程度にまで悪化し、1955年に右目の海岸手術を受けた。1948年、 国学院大学文学部教授となるも翌年、退任した。1957年、諸橋は鶴文科短期大学学長に就任し、2年後に退任した。1960年、四年生大学への移行と同時に初大学長として、1960年、大刊和辞典全13巻が完成した。諸橋はこの功績により1965年、 文化勲章を受賞。数十年にわたり終呈し刊行された。1972年に中国古典名言辞典、1975年から1977年に著作集が刊行された。1976年、勲一等随法章を受賞。1982年11月、大刊和の縮小版、高刊和辞典を刊行し、 同年の12月8日に99歳で大往生した。三条氏は検証のため1992年に記念館を開設。2018年9月30日には第1回の諸橋哲次記念館自分り解力検定実施を公表している。諸橋哲次記念館、諸橋哲次著作集、諸橋哲次選書大漢和辞典新漢和辞典中国。 古典名言辞典交換和辞典。ありがとうございます。